第二次世界大戦終結後、世界は東西に二分された。冷戦と呼ばれる時代の幕開けである。じゃ。HQ、応答願う。こちら HQ。こちらパトロール。撤収だ。敵の位置は不明。これより警戒。どうした。
違いか。音がしたぞ。あ、
応答願う。こちら HQ。どうした、応答せろ。異常発生。
どうした？どうした？侵入者か？時間がかかるはずだ。攻撃を受けている。
なかなかうまい。なんだ？敵がいる！
結構いけるな。HQ、 こちら HQ、 こちらパトロール。
下腹が破れ。やめて。誰と連絡を取っていた。何も知らないのよ。いい加減に吐け。もうやめて。クルシチョフの犬は誰だ。ひどいよ。データを渡したんだろう。彼はそんなことしてない。さて、お前はもっと楽しませてくれるんだろうな。その前に体を改めさせてもらおうか。綺麗な体だな、無垢な子供のようだ。だがそれも今日までだ。では始めるとしようか。お前の狙いは何だ。シャグホットか、ソコロフか、それともイサンか。
いい貴様の仲間は誰が手引きしている、タフな男だ。だがいつまで持つかな。まだまだ終わらんぞ。誰だ？
避けられるか。
Thank you.
もっと食べさせて。試してあげるわ。
くわよ。これが我らを救う。これを離すな。パトリオット。なぜこれを。スネーク、素晴らしい人、殺して私を。さあ、ボスは二人もいらない。蛇は一人でいい。
はい。グロズニー・グラードもグラーニン設計局も跡形もなく。確かに。ですが必要な犠牲でした。ええ、確かにザ・ボスの処理は CIA の手で、ホワイトハウスも満足しているはずです。フルシチョフはこれで終わりです。次はあなた方の時代。そう、すべての真相を抑えることはアメリカ大統領の首根っこを抑えることにもなります。今後の外交にも切り札が。それでは KGB 局長、また。私です。ザ・ボスは見事に任務を全うしました。賢者の遺産は無事我々アメリカの手に。この資金があれば、ええ、賢者たちを再開できます。中国側には偽のフィルムをつかませました。今頃中国政府は大慌てでしょう。はい、アメリカ側に戻った資金はまだ半分です。まだ KGB に遺産の一部が。ええ、例の兵器は廃人。そうです、こちらから持ち込んだデイビー・クロケット、グロズニー・グラード、それもザ・ボス。それとグラーニンから面白いものを手に入れました。全く新しい核攻撃システムです。いずれ役に立つ日が来るかと。はい、ジョン。いえ、スネークのおかげです。フルシチョフもそう信じています。我々の嘘、ことを荒立てる様子はありません。第二戦備体制も解除されました。ソ連側も私の正体には気づいていません。私が三重スパイ、トリプルクロスであるとは。引き続き新政権とのコンタクトを続けます。誰も私をアダムだとは気づいていないようです。それでは CIA 長官。